この、こんなちっちゃいの多分500ぐらいあったと思うんですけど、前が500ぐらいありました。はい、ちょっとやった、ずっと、ちょっと待っててもらわれた、酸素流してたら、ちょっと動き出した。で、いつも食べてるご飯はハリネズミフード、ハリネズミセレクションと、あと何だろう、フードミルワーム、それは乾燥、それとも生きてるやつ、乾燥、ね、あ、ハリネズミ、あ、よく2種類使ってらっしゃるわけね。さっきの体重だけ測ってもらった185、以前測ったことが300あった。いや、前に500あったって飼い主が言ってたんですけど、その病院でも測ってもらったら全然なくて減ってて。ああ、この3日前の時も大体400g ぐらいなんだよね、そうなんですか、うん、で、まあ、太っちゃうと500はちょっと太いし、うん、ごめんね、みんなね、丸まっちゃうんだよ。無理だな、これは。これが歯茎の色、見えます？あ、はい、これ人間として赤みがかったピンク色が正常なんだけど、はい、ちょっと薄いよ。あ、最初来た時なんかフラフラでちょっと呼吸も早そうだったから、うん、はい、そしたらですね、そしたらちょっとレントゲン取らさせてもらっていいですか、はい、でレントゲン取ったらまたすぐ酸素入れます、はい、でレントゲン2方向横向きと正面と、ただ丸まっちゃいますけど、はい、麻酔かけるわけにはいけないんで、そのままね、麻酔処置なしで取らさせてもらいますね、はい、お願いします、はい。